地球です。土星です。今日は巷にあふれる変な看板を紹介するぞ。思わず二度見しちゃうわね。チャンネル登録、高評価もよろしくね。それではどうぞ。ブンマー帝国との県境だな。遭難の注意喚起なのになぜか別の意味に思えてくるわ。ブンマ県民はこの状況をどう受け止めているのか。だぜ。埼玉みたいに自虐で一発逆転を狙ってほしいわ。ネタが強すぎてコンプラ的にヤバそうなんだぜ。次はとある洋服店の看板だぜ。おしゃれとは大量入荷ってコナンのロケ地にでも選ばれたのかしら。すぐに断った方がいい。でも季節の変わり目は需要がありそうね。いろいろ気をつけるんだぜ。限界を攻めたポップなんだぜ。他に全振りしてるわね。店長に見つかったら怒られるやつだな。お客さんに見つかってもなんとよ。注文難易度の高い店だな。時空が歪んでいるわね。宇宙の法則が乱れるんだぜ。こっちも乱れてるわね。これはテンション上がりそうだぜ。ライトを設置しておいてほしいわね。こういうことか。いろんな人に怒られるわよ。次は万引き防止の掲示だな。キャッチーだな。隠しきれない既視感ね。お店の苦労を考えると笑えないんだぜ。万引きダメ絶対。野生のバスだな。この看板しかなかったのかしら。明らかに内容とデザインが事故ってるな。安全第一なのよ。はい、どうですかとはならんやろ。優秀すぎてめまいがするわね。手前までは許しちゃってるしな。この看板のおかげで観光客が増えて不審者が減ったら大金星ね。そこまで読んでたなら優秀だな。くれぐれも地域住民に迷惑かけないようにね。煽りが100点。中は雑貨屋よね。上りすら信用できないな。入るには相当の覚悟が必要ね。蕎麦屋にそんな要素は求めていないんだぜ。せめて繁盛店であれ。自虐どころか説明書きね。ウケると思ったのかハングリー精神なのか。独特の命名文化があるわね。一元さんには効果的かもな。間違い探しだな。一見よくある伊達看板だけど、アウトだぜ。エンドレス福井だ。県外人の見た目ね。迷った時にこれだと救いがないな。そういう意味では首都高の案内魔に多様なもんだけどね。初見殺しはやめてほしいんだぜ。常温でノックアウトなんだぜ。ほんとだ、気がつかなかったわ。間違いは誰にでもあるんだぜ。優しく見守ってあげなきゃね。本当に間違いなのか。悪意がないと信じたいわ。似たようなマーケティングはよく見かけるけどな。課題広告には気をつけてね。なんとじゃねえよ。実際に試してみたのかしら。狂気しかないんだぜ。次はガリガリ君でも試してほしいわ。まんまと洗脳されるんじゃないよ。本日ラストはアルバイトの募集だ。ホワイト案件、シルバー案件だぜ。それにしても募集要項が独特すぎるわね。80歳になったら潜入するんだぜ。確かに条件だけなら破格ね。今日の動画はいかがでしたか。これからも動画制作頑張るのだ。みんなの気になる看板も教えてほしいぞ。チャンネル登録、高評価もよろしくなの。また。